本日初日を迎えられたお気持ちとともにご挨拶をお願いいたしましょう。まずは本作で脳腫瘍を宣告される主人公本田遥を演じました主演の吉本美優さん、お願いいたします。皆さんこんにちは。お忙しい中本当にありがとうございます。本田遥役を務めさせていただきました吉本美優です。今映画を見てくださったと思うんですが、いろいろご感想聞きたいと思いますが、今日よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして、はるかの母を演じました山村美智さん、お願いいたします。皆様こんにちは、おはようございます。このように朝早くから見ていただいてありがとうございます。もう私たちは多分今日解散しますと、また当分会えなくなります。なんか美優ちゃんにまた今日も久しぶりに会ってすごい嬉しかったんですけれども、もう娘と本当に離れてしまうのかなと思って、今日の初日は嬉しいんですけど寂しい気がしています。本当にありがとうございました。ありがとうございます。はるかの妹を演じました高橋みなみちゃん、お願いいたします。皆様こんにちは、さやか役の高橋みなみです。この映画のさやかちゃんは大好きなお姉ちゃんに怒られてばかりで、どうしていいのかわからないんです。でもそのさやかの気持ちを、セリフは少なかったんですけれども、ピアノで暗い気持ちや早く帰ってきてほしいと願う気持ちを表現してみました。この映画に出て分かったことは、病気の人はもちろん大変だと思いますが、病気の人も家族、周りの人も大変だと思いました。だから私はいつまでも元気で頑張ります。今日はありがとうございました。ありがとうございます。よくできました。ありがとうございます。そして遥かを支える病院の看護師を演じました渋谷飛鳥さん、お願いいたします。はい、皆様お集まりいただきまして本当にありがとうございます。看護師役を演じさせていただきました渋谷飛鳥です。私はこの作品を撮ってたのが4月5月ぐらいで、本当に、現場が仲良くてとても幸せだったんですけども、だから本当にこの幸せな時間がずっと続けばいいなと思っているぐらい大好きな作品です。今日皆さんにこうして、見ていただくことができて本当に嬉しいです。そしてこんなにたくさんの方に集まっていただけて本当に幸せな気持ちでいっぱいです。どうもありがとうございました。ありがとうございます。次に常に冷静に遥かを支え続けた主治医を演じました鳥羽淳さん、お願いいたします。主治医を演じさせていただきました鳥羽淳です。舞台上から大変恐縮なんですけども、後藤監督公開初日ありがとうございます。あと皆さん、本日は寒い中、朝も早いの時間なんですけども、こんなにたくさんの方に来ていただけて公開初日を迎えられたこと嬉しく思います。本当にありがとうございます。一人でも多くの方にこの夢遥か見ていただきたいので、本当に感想や感じたことなど多くの方に伝えていただけると嬉しく思います。本当にみんなの思いが詰まった映画なのでよろしくお願いします。今作で映画初主演を果たした吉本さんですが、そのプレッシャーも大変だったのではないかと思いますが、いかがでしたか？プレッシャーはそうですね、正直ありましたね。でもプレッシャーよりお芝居することがすごく楽しかったですし、初めてのお芝居だったので、重い役でしたけど、現場もすごく明るく、監督のペースというか結構のんびりじゃないですけど、優しい監督結構優しい雰囲気でやらせてもらったので、重い役でしたけど、役に入るときは本当にきちっとやりましたけど、でも本当に楽しかったですね。なるほど、皆さんで一丸となっていい作品を作るぞという思いが伝わってきますね。